はい、じゃあいくよ。だいぶ覚えた。多分今配信画面で目めっちゃでかくなったと思います。ね。うん。その吐き出すタイミング必要だから。そうだね。まさかのの字になってたからね、さっき。かわいい。ついに来た。ネズミします。よし、速攻で言ったぞ、俺はもうこれも。いけたぞ。おばあなない。よし、オッケー。いけたいけた。よし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 。久々だ、人外は。嬉しいね。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。元気だ。元気。元気スクルミさんち、元気スクルミさんち、元気スクルミさんち。あー、すごいね。クルミ、マチカチ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 。自分で言うな、自分で言うな。自分で言うな。何を言うとんの。そらそうや。すごいね。違ったらならんやろ。違ったらそれはそれで困るんだよ。そうだね、確かに。ちょっとマチカちゃんのこと緑で見えてます。はい、あのマチカちゃん緑で見えてます。はい、いい、トラッカーシュ、いいか、いいよ、あ、もういいっすか。トラッカーシューで、タダノさんが、現地さんち行きます。現地数じゃなくて現の方に行きます。現の方に、隣さんやからね。工藤さんがトラッカー。はい、はい、スナパイさんって家出てないですか。あ、なんでわかったの。いや、ちょっと出てなさそうだなと。出てない顔だか。答えてはにはなってないかも、あんまり。そうですね、出てない顔です。出てない顔だ、はい、結構出ないタイプかな。今時流行りの出てない顔だ。出てない顔です。え、なにずんだもん。モルテンはバカ顔なんですけど、はい、バカ顔、あ、バカ顔か、はい、これバカだと思うんですけ ど、ね、まあ、くるみさんが工藤さんちだったんで、もうバカ、バカの顔です。バカの顔、バカの顔ですってことですか。あ、トラッカーです。はい、今木さんってスナパイさん家に行ってます。行ってます、行ってます。あ、マチからスナパイさん家行ってトラッパーでかかってないんで。おっと、まあマチカがバカか今木さんが言うことを言ってないか。そうですね、僕が悪いやつかもしれないですね。うん、あ、じゃあそれ言いますか。え、結構いいやつですよ。どっちだよ。スナパイさん言うことないですね。うん、出てないよ。今木さんはそれを議長主張してるって感じですよね。そうです、そうだよ。だから今木さんで赤が出た時の俺相方ヒット1にはなっちゃうかもね。あー、なるほどね。いや、でも出ないんだ赤。先輩さん明日は出るんですか。出ない。出ないんですか。はい、マルトさんは、あ、僕カーで、ね、さんはカーか。僕は、はい、カーです、カーです。僕最初にずっと連呼してたんですけど、そうっすね、うん、あ、でその流れでくるみさんが自分でそうくるみ間違えたり、くるみ間違えたり、全く無意味な叫びをおもろいかなと思ってやった。くるみさんが見たマチカちゃんトラッパで会ってみたい。トラ、はい、会ってます。うんうんうん。じゃあまあそこまで白で置いていいんじゃないかい。うん、あの流れだから言うべきかなってなると、え、スナパイさん切ってはめなこれ。あ、俺つる、だからね、なんで今木さんが家出てないって言ってるから。でもマチカちゃんの整合性とあれですけど、ね、マチカちゃんがバカじゃない限りはってことですね、マチカちゃん、うん、そうそう、うん、でも全然、あれ、クルミ、え、アルトさんってクルミさん家に現状さんだっけ。で俺トラッカーですから。あ、あ、うん、本当に、え、死にそうやん。なんで別れるかって。俺ってさ、俺の話聞こえない。あ、いや、聞こえてるよ、聞こえてるよ。マジこれ喋りながら俺打てないんだけど。打
旦ゼロキル挟んでみて、みんなの対応見るか。じゃあなー。ありがとうございます。はーい。ゼロ。おーい。おーい。ゼロ。工藤さん家出てない。おい、出てないっす。うん、これもだいぶ測れてるか塗られてるかしてるな。今気に入ってるのはアレビア重ねました。あ、重ねてる。ああ、なるほど。成長がよかったね。うん、青じゃないよ。アピールだけした。ああ、なるほどね。じゃあなんで切るか。今木さんの結果欲しいな。言っていいのかわかんない。言っていいのか。うん。シーフです。え、マキさんシーフスト？はい。ってことですね。そうです。今日取り行こうと思ったんですけど。はい。いや、違います。誰取り行くか悩んだ末、取りに行きませんでした。おい、すごいね。普通にゴーストっぽく見えちゃうけど。どっちかっていうと。めちゃめちゃし、めちゃくちゃ盗みますよ。あのね、現状ゴーストって俺んち置いてそうなんですよ。ゴースト狙いの釣りはやめてほしくて。あー。赤がノーストでずっとしてるはずなんだよ。スナパイさん、昨日さ、今木さんに入れたのって誰？スナパイさん以外で。俺が入れたかな、確か。俺もペ。アルトが多分今木さんに入れたかも。スナパイさんの役職使用してなかったから普通に怪しいんだよ。人外ありそうだね。なんで？うん。なんで入れなかった？氷が進まなかったのが余計になかった。俺は釣りの場合は今木さんから釣るべきだと思うけどね。だから俺に入れた中に赤が絶対いるよっていう観点で今もう推理し直してみて、現状とかは。あ、はいはい。てかまあ他のあれ聞きたいですね。真偽モルテン止めた止められたとか、バカの間違ったりマチカモか。そうそう、モルテンバカなんでもう出てないです。マチカは一応アルトさんって言って誰も来てない。ああ、なるほどね。てかかかってない。かかってない。うん、工藤さん家出てないですよね。工藤さん家出てない。うん。あ、トダノさんって初手原産地行ったって言ってたけど。うん、ポリスです。原産を止めています。で、原産だけ死んでます。で、うん、今日はネズミの届かに行こうっていうのと自分の審議ついてないんで。うん、で、現調子の家に行き、出てきてない判定なので。あ、うん、赤ネズミだったらネズミ使ったやつが次のターン動くよなっていう思考回路で。だから原産が止まってるってなると割と真かなとは思ってはいたんだけど、ごめんね、俺の視点だとタダノは赤っぽく見え聞こえた今のは。ああ、俺スナッパーに投票します。オッケー、俺タダノに入れますわ。水、今木に2票打っといてなんだけど、タダノが赤っぽかった。いや、そうなんですよね。そう、スナッパーさんが2票打っててそこかって思ってるんですよ。ブレるなこれ。いや、今木青軸だとは思うんだけど、俺今木青軸だとは思うよ。ちょっと分かんないな。今木さんに投票する理由がないんだよな、俺が赤で。まあ、青だったからっていう結果論にしか見えない。ま、俺盗んでいいかもしれない。まあまあ、でもいいよ。頑張ってね。うわぁ、そうなるんだ。うん。ラッキー。よっしゃ。危な。やったぜ。そうっすね。オッケーです。シーフ取ってくんないかな、これで。よかった、ノーキルもいいね。ですね。くるみさん、うんうんうん、何これ、ああいう極端なの。マキさんが取った、あ、今木さんが、ただの、そう、だからそこ死ぬんだ。緑じゃんマジ、うわ、誰、いっぱい緑が死ぬ。今木さんは出てない。はい、結構ずっと家いるタイプで。待って そうなんだ。いや、これは意外すぎる。ってか負けか、これ。まあ負けつつあるけど。だってもうこれ赤に青に、うん、くるみさんが赤じゃん。うん、
あ、いや、現実なのかもしれません。いや、でも俺、家出てないですからね。あの、保証されてますからね、ただのさんから、その前のターンは。あ、まあ、昨日ね。昨日の担当。確かに。俺が出ない理由がないじゃないですか、赤だったら。そうなんや。まあ、そうね。なんか、工藤さんって昨日なんで出なかったんですか？おー、なんで出なかった？出た方が自然と思いました、ボルテンさんと俺が。なんでバカは確定してなかったと思ってて。これね、知ってたと思うんだよ、確か。知ってたっけな、ほぼ 100% じゃないけど 99% ぐらいバカになったはずなんだよ。ちょっと理屈はすれたけど。アルトさん、もう一回いいっすか。あ、モルテンさんはモルテンさん目線でバカが確定してたんでしょ、クルミさんの言い方。あ、そう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 。そうだね。いや、工藤さんってタダノンさんが現状さんち行った市長だったから、別にタダノンさん人外の時はまだ終えたってこと、家出てよかったんじゃないかなと思ってたから。なんでだって。とりあえず俺目線から言うと、俺目線、俺バカか。俺クルミさん緑ネズミで一応 見えてるんで、それ以外人外って感じになっちゃうんですよ、俺が死んだって場合って。出るから僕目線で言えば、ね、でも俺の目線だとね、そうなると俺目線的に現実は赤に入ってきちゃうよ。まあまあまあ、それはそうだと思うんですけど、まあ、そうね、現実がバカだった時はくるみさんが、そうそうそう、赤なんだよね。いや、そこがね、丸い、逆に丸いなって思っちゃったんですね、僕の。でも、今木さんってゴーストですか？え、シーフ、シーフ市長なんだよね。マジシーフ。もうこれゴースト、村って多分ゴーストしか釣れないと思うから。ゴースト出てきてほしいっすね、逆に。それにかけるしかない。俺も。不動産か。俺、です。俺、です。もうゴーストしか多分釣れないと思うんで。今木さん、そうだったらごまくせ。ちなみに、え、でも俺家ずっと出てないけど誰かに証明してくれてます。あ、そう、ただのさん家に置いてしまったのでモルテン家から切り替えて、あの、俺つっても赤勝ちますね。まあどっちでもいいっす。赤勝つなら赤のところに俺がいてばいいでしょ。赤誰か分かってる。なんだこの人。今木さん、俺を取ろう。俺を取りましょう。なんだ。昨日から言ってるけど俺を取りましょう、今木さんは。俺を取りましょう。ゴースト取ったとてや。アルトさんに合わせますか。え、でも工藤さんか。工藤さんどの道勝ちないのか。あ、そうそうそうです。だから白状した。俺赤取ったら俺勝ちっすよね。まあいいや、赤っぽい人に投票しますわ、じゃあ。工藤さんでいいや。え、いいの？本当に？対戦か。いいの？現実さんのが赤硬いかと思ったけど。本当に？しかもただのおさんに来られてるからね。まあでもキルは起きてないんで。結局もう。ああ、赤じゃない。なるほど。やったぜ。まあどっちでもいいですけどね。いいですけどね。うまきさん、ボマー懸念するか否か。すごいね、なかなかすごいね。保証されてないでしょ、だって。切ります。悩むな、こうするか。わかるわかるわかる、面白駆動でよ、駆動だよね、これね。面白駆動だよね。そうだよね、面白駆動だよね、これね。どうだった、どうだったんだこれ。あー、俺嫌いどうだ、シーフ、よっしゃアルトさん、アルトさんごめん、アルトさんごめんね、アルトさんごめん、盗んじゃった、アルトさんごめん、アルトさんごめん、盗んじゃった、アルトさんすいません、アルトさんの視聴者、僕をいじめないでください、アルトさんの視聴者さん許してください。いや、これアルト勝ち、アルト勝ちだから、アルト勝ち、勝ちやな、勝ちやな、勝ちやな、よかった。ちなみにこれ今木シリキラだったら負けてますからね。そうそうそう、そうなんですよ。いや、マジで現状出ないか。いや、あのインベスいなそうだったから出ないでみようかって言って出なかったっすね。マジかよ。シリキラだった時だけ負けですね。
なんかそのトラッパーの審議で止まったとかもありそうだったんで、あの、うん、そこから釣れると思ってゼロキルでいけたから。モンチェンが切れてないな。うーわもうマジなんかすげえこれはうわって。